はい、皆さん、こんにちは。ポニリージャパンの西尾と申します。この動画は、ワインを、好きな皆さんが、よりワインのことを知って、ワインを飲むと、余計楽しくなるというコンセプトで、私は、約20年間、毎月2回、セミナーを行ってきましたが、昨年2020年は、コロナで全くできませんでしたので、どんな感じで再開しようかなというので、とりあえず手始めに、YouTube で、少しずつですね、基本の方からアップしていこうかなというふうに思っております。そのミルコートっていうのは、西宮市宿川にある大型の、酒類専門店です。お客さんもしくは、酒販店さん、業務店さんが、私のセミナーを聞きに来られてますが、私が、25歳ぐらいからですね、今64なんですけど、毎年、50歳ぐらいまでは、年に2回ヨーロッパ行って、それの知識と、それから私の、師匠でございます、こう今の貞夫先生の意思を引き継いでセミナーを開催しております。ですからソムリエテストに受かると言った類の受験勉強ではなく、ラベル、産地を知ってワインは楽しくなるという考えでセミナーを開催しております。私のセミナーの中心はやはりヨーロッパです。特にフランスワインを非常に大事にしております。フランスワインにかぶれとるんかというわけじゃなくてですね、どうしかと言いますと、フランスっていう、特有のブドウ品種がですね、世界各国で植わっている。例えばカベルネ・ソービニオン、ピノ・ノワール、白でしたらシャルドネ、ソービニオン・ブラン、いっぱいありますよね。そういったのは、世界各国で、割ってみんなの人気の品種である。例えばスペインのテンプラニーヨっていうのが、世界各国で割って有名になってるかいったら、品種が悪いわけじゃないんですけども、そうでもない。また、ネビオロっていう、イタリアの品種が、じゃあ、非常に有名で、サンジョベーゼも有名でいっぱい世界にあるかといったら、そうでもない。やはり、ニュージーランド、カリフォルニア、南アフリカ行ってもですね、やはりフランスの新種が中心になることで、フランスを外してですね、ワインのことは語れないのでというのが私のモットーでございます。一部今後、間違ったことも、喋ってるかもしれませんが、それはご了承くださいませ。ここはそのセミナールームなんですけど、ちょうど後ろにあるのがですね、この昨年、2020年に、1月の25日から26日、ブルゴーニュのジブリシャンベルタン村で、サンバンさん、お酒の神さんですね、サンバンさんの第76回目のですね、お祭りがありました。ちょうどコロナでややこしく言う前なんでしょうね。ですから2021年、今年はどこでやってるんか全く聞きもしてないんですけれども、ジブリシャンベルタンなんかは、10年、15年に1回ぐらい回ってくるぐらい有名な、村なんで、ちょうどこのポスター、89枚目の、ポスターをいただきましたので、長く、飾っておこうかなというふうに思っています。このセミナールームね、いろいろありましてね、例えばですね、こういうのももらってきましたね。キーパーズ・オブ・ザ・クイーンというのがあってね、これは2018年の秋にですね、メンバーに鳴らしていただいたんですけども、2712番、世界でなんですけど、ほとんどウイスキーに関して、貢献した人で、ウイスキーの蒸留所の所長なんかが非常に多いんですけど、私は日本人で15番目ぐらいにもらいました。25年ぐらい経ってるんですけどね、なかなかそんなんでもらっておりませんが、日本の一番最初にもらったのは、サントリーの、蒸留所の、
山崎消防署 の、 あのブレンダー室長の所長の、稲富さんやったかなが、日本で最初にもらわれています。まあ、こんな感じのとこでね、毎回、25人ぐらい集まっていただいて、土日セミナーをしてるんですけれども、さあちょっとここを来まして、でそういうことで、あのどの国が一番 大切なのか、私の話の中心なのかと言いましたら、フランスなんですね。フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、ドイツということになってます。で、まあ、あのフランスの方はいろんなこの生産地に対してですね、あの法律があって、で、産地を保護するという、法律ができております。例えばシャンパーニュというのがあるんですけれども、これはフランスのシャンパーニュ地方でないと、フランス以外、もしくはフランスの中でもシャンパーニュ以外で作ったらシャンパーニュと呼べないとかですね、シャブリとかいうのもあるんですけれども、シャブリはですね、フランスのブルゴーニュの、シャブリ地区なんですが、これもあの、シャブリ以外でシャルドネでワイン作ってもシャブリと呼べないというふうに、シャブリという名前を保護しています。1980年代ぐらいまでは、実はあのカリフォーニアにもカリフォーニアシャブリとかありましてね、シャブリのようで似てないんですが、辛口の白ワインの代名詞がシャブリだったので、カリフォルニアシャブリだったんですけど、もうそれはあの、事実上使えなくなりましたので、現在では流通しておりません。日本におきましても、例えばフランスもんではないんですが、赤玉ポートワインなんですが、それも今はスイートワインというふうになってるんですけど、これは、ポルトガルのポートから、出荷されたまあ、フォーティファイドワインというんですけど、まあ、日本では甘味果実酒、ポートワインですね、は、ポートでないと、ポルトガルでないとダメというふうに、保護されておりますので、他の国は作れない。ワインの名前は、そこの名前を知っければですね、あ、どこどこの産地だなということが、わかります。そうすると、どんな味かなというのが、わかりますので、勉強していったらワインが楽しくなるということです。さあこの横にですね、フランスの地図を、映し出しますが、私の手元では見えてないんですけど、多分後で合成するので見えてると思うんですけど、大まかに、今日はですね、そのいろんなあの地方の名前をですね、ちょっと勉強していただきたいなと思います。でパリがありますね、フランスの国っていうのは、フランスの北側は、ドイツじゃなくてベルギーです。で、こっち側の、西側は大西洋です。ベルギーのちょっと横の方から、東の方はですね、ドイツ、その下がスイス、ちょっと横に長靴の先っちょがついているのがイタリアで、南の方はですね、地中海というところに、囲まれているのが、フランスです。それ以外に、この長靴のイタリアのブースの、上の方にある2つ島あるんですけど、上の方の島がコルシカ島で、フランスの、国になっております。南の方はイタリアの国なんで、サルディニア島になってます。2つ島あるんですけど、地図はお互い1個1個しか出てないですね。フランスの国では1個しか出てない、覚えておいてください。で、今日お話しするのは、パリの南側で、日帰り旅行とか一泊でお城巡りとかで行かれた方多いと思うんですけど、ロワールの、お城巡り、お城多いんですね、川沿いに、ロワール地方、フランスでは、2つ長い川がありまして、このロワール川という川と、もう一つは、ブルゴーニュの下の方、スイスの方から流れてくるんですけども、ローヌ川というのが、2大の大きい、川でございます。その川沿いに、取れているワインが、ロワール地方のワイン、それから南の方に下りましたら、ボルドー地方があります。これはもう有名ですね、ボルドー地方で、ちょっと下に、ボルドーの南の方に、位置するのがですね、スッドウェスト地方、スッドウェストですから南西地方ですね、南の西、そうですね、まあでも純ボルドというような感じの、スタイルの、ワイン
が、ほとんどです。ちょっと袖なりもあるんですけど、ほとんどそんな感じです。さあ、パリを挟んで、すぐに、車でも1日往復、定時便乗ればすぐなんですけれども、シャンパニュー地方があります。もちろんここではシャンパニューを作ってるんですね。普通の、ワインも作ってるんですけど、ほとんどスパークリングの、シャンパニュー。それから、シャブリ地区、これだけ地区じゃないですか、ですけど、実はブルゴーニュ地方の中のシャブリ地区なんですけれども、シャブリだけがちょっと北の方にポツンと離れてあるので、ちょっと話して書いてますが、ブルゴーニュ地方シャブリ地区で、まあ本来のブルゴーニュっていうのはその南に南北でブルゴーニュ地方があります。そしてその南がですね、皆さんご存知のボジョレ、ボジョレ地方です。ボジョレ・ヌーボのボジョレです。でそこから南がコート・デュ・ローヌ地方です。で、そこから2つに分かれておりまして、下の左側、西の方がですね、ラングドック地方とルーション地方があります。南の方がルーションで、このルーションの下のすぐ横っていうのはもうバルセロナです。スペインのバルセロナです。で、このコートデュローヌ地方のとこから東の方の、地中海沿いのところを、プロヴァンス地方、ニース、モナコに行く方はですね、プロヴァンス地方と言われて、で、このボジョレ地方から、この東方のスイスの国境にジュラ・サヴォア地方というのがあります。で、今度はドイツの国境なんですけれども、ドイツの、国境のところに北の方にアルザス地方というのがあります。ここはもう建物もドイツ風でして、アクセントもドイツ風のアクセントのフランスで、反対の方に行きましたらバーデン、バーデン。バーデンという、ドイツの地方です。ドイツのワインは主にどこで作っているかといいますと、まあ、バーデンも作ってるんですけども、そのちょっと北側のラインファルテであったり、ライン川、それから、シャブリのちょっとアルザスの、シャブリとアルザスをこう伸ばしたところにですね、モーゼル、ザールルワ地方とかいうのがあるので、その辺がもうブドウの北限なんでね、それ以上のところではもうブドウが寒くて作れないので、上の方は、小麦とかで、作ったり、ビールの材料の麦を作ったりしています。フランスの方もそうで、パリの、西っ側の方はですね、リンゴの産地で、カルバドスとかですね、シードルとか、リンゴを作っておりまして、ブドウはそこから南側。大事なことは一つだけ、覚えてください。これの地方はそうなんですけれども、ここに45度線というね、線を引きましたらですね、ちょうどボルドーとコートデュローヌの、真ん中よりちょっと北をこう横切る、北緯45度、ここの北の方はですね、基本的に単一品種もしくは2種類のブドウを混ぜる。南の方はボルドー、ブドウをブレンドするというような感じになっております。なんでかというとですね、基本的に植えてるブドウがですねちょっと違うんですね。ビティスビニフェラオクシデンシャリス、ビティスビニフェラポンティカというのでですね、品種が違う。ちょっとややこしくなりますので、今後そういうことはお話していきたいと思います。今日のところはですね、まずはフランスの地方の名前を覚えていただくということで、セミナーを第1回は終了したいと思います。どうもありがとうございました。